台風15号で大きな被害を受けた千葉県で、被災状況を調査したボランティア団体が報告会を行い、人手が不足している地域の現状を訴えました。兵庫ボランタリープラザの高橋所長などは、おととい現地調査のため千葉県に入り、富津市と鋸南町で住民に聞き取りなどを行いました。高橋所長は報告の中で、高齢化が進んでいる地域では、ゴミの搬出や屋根の修理を行うなどの人員が足りていない現状を訴えました。兵庫県の皆さんのボランティア意欲も高いので、専門的な方も含めて、応援に入れたらなと。兵庫ボランタリープラザでは、今後の支援に向け、県内で研修を行っていきたいとしています。